いや、ちょっと待って、引っかかった、引っかかった、引っかかったとか操作見せた。やばいやばいやばい、やばい、死ぬむしむ。はい。では、大3続きやっていきましょう。というかね、2回目は廃病院だっけなで、音がしたけれど、前回は時間がちょうどよかったので終了していたところ、そこからスタートいたしますと。まあ、とりあえず車椅子があるあたりがね、ちゃんと、病院って感じですね。さあ、こういう本棚とかなんかあるかな特になし。このまま奥へ行く。 なんか、セリフが入った。この病院閉鎖されてからかなり時間が経ってるようですね。そんだけそんだけだね。なんかあるわけではないのかな。お機械には電源のボタンがある。電源入れましょう。はい、あんあんなんだこりゃ。とりあえずなんか映像映したりとかそういうのできそうだな。これなんかあるもんな。とりあえずこのままにしとこうか。 うーん、今度はボタンなんか押す順番あるんだろうな、これ、きっと。あー、し料。オービックショー。これもしかして持ってけるかなま、いや、とりあえず。うわー、なんか嫌な予感しかしないね、このヒビで、扉は鍵がかかってる。あ、じゃあこれ、隣部屋にさ、持ってったらなんかあるんじゃないのだから、これはこっちから一回押して、んで逆だよね。 こう押して、こう押して。で、そこの間に俺が入ったら、こう押してってと。うん、来た来た。で、これはもう一回下に押せば、多分はまるんだよな。ぴったりとはまった。オッケー。まだ逃げる場所はね、何もないんでね。えー、っと、下、右、上、上、右。下、上。じゃあ、下、右、上、上、右。 まだね、青鬼とか多分出てこないだろうから、このまま進もうか。下。上。右。右。上だったよね。あれえー、っと、最初が下。右。上。 上。右。オッケーさあ、ここで一回ちょっと、セーブ。さあ、このゲームは細かいね、セーブがね、必要ですからね。なんから隠れる場所さ、探しとかないとさ、まずいよね。隠れる場所全然ないじゃん。酔っ切るしかないのかな。あ、ここも鍵閉まってる。いやあマジかよ、お前いや、ちょっと待って待って、ちょっと逃げる場所ねえだろ。逃げる場所ないでしょ、これ。ちょっと待って。ちょっと待って。 いや、これ、これさ、確か時間制限でさ、昔消えたよね。いや、ちょっと待って、これど、どうするどうする細かい操作できる気しないんだけど。やばいやばいやばい、詰まった詰まった詰まった。やばいやばい。あ、消えた消えた、よかった。あ、そうだよね、時間制限もあるよね。あびっくりした。はい、気を取り直して、行きましょう。いや、隠れる場所、なしてくるのはちょっときついわ。 えーっと、青隅はとりあえず見てても仕方ないから、金属の欠片。鍵がどっかに隠されてるのかな、そうすると。えー、っと、こういう椅子とかさ、なんもない。これ取れないし、青に見ても仕方ないから、ここじゃないかしらもう一個あるはずだよね、そうすると。こういうさ、木のさ、植木鉢の中とかさ、このテーブルっぽいし、 こういうところに入れられたりしないのかなしないんだね。ちょっとちょっと操作やっぱしづらいな。よく今逃げたな。いややっぱこういうのゲームコントローラー欲しいよね右行けたっけ別に右行けるわけじゃないよな。んなんだし、なんでしょうショートロング。ショートからロング。ってことえー、黄色が丸で、赤がバツ。ん 鍵がかかってる、さっきの一つじゃダメだよね。あそれはこ,こでは使えないよね。うーん。おお。なんか適当に物を探してたら、こんなところに動かせるペットがあったらしい。足元の小さな穴を調べた。ハンマーハンマー来たーはい、セーブ完了。 ええと、アイテムを使いましょう。ハンマー。ハンマー復活だ。しお前本当に使ったのハンマーか、これ。爆弾じゃねえの。お、なんかある。おーし、来た。まあ、こんなとこでね、探すがに青に来ないだろうから。よし。定番の仕掛けでしたね。そしたらこれはもう普通にいけるはずだよね。 OK。おいやー、ちょっと待って、なんか来てるよ。えー、なんかいつもと違う雰囲気の青に来たな。なんだろ、うこれ。おー。とりあえず、ここは受付か何かでしょうか。えい、ー、しそうでしょいや、来る時がさ、来る時がさ、ちょっと、適当すぎない今回。 まあい,いや、ここでぐるぐる回ってれば逃げれるから。音がね、音がワンループするくらいが、ちょうどいいもう一回回れば多分いなくなる。あ、ちょっと待って、引っかかった、引っかかった。引っかかったとか操作ミスさややや。やばい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 ぬ,死ぬおおおおセーフ、セーフ。あー、あぶねいや、今の死ぬかと思った、ほんと。 あー、危な。おっと。えー、愛してる場所をタップで調査できます。次回からのチュートリアルは表示されません。あー、なんかなんだっけ赤は罰で、黄色が丸とか書いてあったね。2107と5814。今度メモしちゃうこれ。それだけかな これもしかしたら開かないのあ,あ、開かないんだ。えー、じゃあ、2107で行こっか。ショートからロングって書いてあったから、短い数字ってことなのかなこういう感じ違う。うんと、ちょっと黄色と赤がどっちだか忘れちゃったから、そっち行ってみよう。黄色が丸で赤がバツだよね、やっぱり。 で、ショートからロング。どう、あ、ショートからロングだ。わかったわかったわかった。あの、伏線の長さだ。えー、っと。7102かなパープン7102だと思うんだよな。赤関係ないんだよな、きっと。7102。お、当たった。 たけしーひろしー無事でしたか。ああ、気がついたら変な花に散らけられてたんだ。助けを呼びに近くにあったこの病院に来たけどやばいた化け物がいて。てか、あれなのかな青鬼スリ、てか青鬼シリーズって、一応全部、話としては別々のものになってるのかなかな、みんなもきっと生きてます。みんなで島から脱出しましょう。 そうだな。とりあえず、広ロが生きててよかった。本当に。ところで、広ロこっち側に来るか。ちょっと待ってくださいね。ん鍵がかかってる。今入ってきたドアなんですが。おいおい、閉じ込められたんかわかりません。ただ、さっきは開いたので、こちら側からも開ける方法あるはず。どっかに開ける方法があるかもしれません。そうさ。あ、諦めないな。どっかに開ける方法があるはずさちょっと待っててくれ。 周りを見てくる。瀧シ気をつけてくださいね。あの化け物がうろうろしています。操作からキャラが変わったマジか。まあ、いいや。とりあえず一旦セーブしよう。もうちょっと動かしてみようかねっていうところで。まずこっち。ん早くヒロシを助けないと。こ、怖い。怖いけど我慢だ。ガタ,ガタガタガタ。レントゲンの機械がある。ああ、まあ、とりあえず何もなさそう。 針金が貼ってある。被検体07、脳2乗、助からないだろう。うわ、こういうこと書いてあるなロッカー来ちゃったよ、ロッカー。うわ、逃げ込むさっき来ちゃったよ。被検体の人03、右足2乗、人工の足の移植が必要。とりあえず、ロッカーの入り心地はいかが問題なし。なんかやっけに軽いロッカーのとうな気がするが。うわ、霊暗室じゃないのこれ。え、いやあ <laughs> ちょっと待って、これ間に合わないんじゃないのあ、やべ。やべ。あ、間に合う。怖わどっかいたかなどっかいた、怖え <laughs> 怖かった。え、何今、バン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 って。さっきの青に入ったとこ調べて終わりにしようかな。 あれ何もないの中空っぽだ。ああ、マジか。何もないんだ。危険体01に、ひつぎ。02。うーん、開けられるわけじゃなさそうだもんね。あ、ていうか空っぽなんだ。ん棺のぎ中に何かある。赤色のアタッシュケース。ほうほうほう。空っぽ。空っぽ。 空っぽ。うん。というわけで、じゃあ、今回はこの辺にしましょうかね。いやー、顎にやっぱ、びっくりするね。まあでも、避けられるさ、距離で出てきてくれるからいいよね。これで3倍速とかだったら、俺多分避けきれないと思うんだよな。まあ、なかなか、やっぱり難しそうだけど。とりあえず、クリアー目指してね、頑張るのは変わりないんで、頑張っていきましょうかね。えー、では、 ここで、えー、今回の動画は終了させていただきます。えー、次回、ひろしではなく、たけしからスタートしていきたいと思います。では皆さんご視聴ありがとうございました。